トレイス小島6日間にわたります男女混合戦は倉敷市議会議長杯その初日です。中盤カードへと移ります。第5レース日替わり定食オール女子戦の開始を迎えました。1号艇には勝浦真帆、2号艇には山本里奈、3号艇には森谷美穂、4号艇には内山菜々美、5号艇には安井瑞希、6号艇奥村明日香、以上6選手の対戦です。今回もスローペースでの作戦待機行動となっておりまして、1、2、3、4、5、6スタート展示ではただ一人遅れた1号手の勝浦、ここは陰線ということで F 持ちではありますが、その F 持ちしっかりと克服してなんとか1マーク先前勝負に出たいところでありますが、その1号手の勝浦スタートラインに正体です。2コースが2号手の山本センター、3コース人気の中心3号手地元の森谷。前回の地元シリーズは先月の9月ビーナスシリーズで見事優勝を飾っています。4コース下げて角1、4号艇の内山、5コース5号艇地元の安井でサイアウト、6コース6号艇の奥村です。スロー3艇1、2、3ダッシュ3艇4、5、6、人気の中心3号艇森谷、角受け3コースから第5レース日替わり定食オール女子戦です。エジョン2番3番4番5番6番です。スタートしました。スロー3艇コースは1号艇5艇3号艇トップスタートインの1号艇の勝浦、一緒の1マーク押し切り体制、1号艇勝浦、2号艇の山本を刺す、3号艇の森谷仕掛けていく、切り込んでくるは4号艇の内山、5号艇安井、6号艇奥村向上に入りました、踏ん張りました。先頭1号艇の勝浦真帆、2番詰めた3号艇の森谷、内田太郎さんは2号艇の山本です。一緒にマークの世界相当正常でした。トップ世界1号艇の勝浦、おつける2号艇の山本、外を回って3号艇の森谷、後方から作ってくる5号艇の安井、ホームに移りました。先頭は1号艇勝浦の後方2番手積んでかして3号艇の森谷、3番手が2号艇の山本、上位の3名抜けて1サンクタ、レースは2周目と移りました。1マークのターンを目指しまして、先頭1号手の勝浦、2番手は3号手の森谷、3番手2号手の山本でバックストレッチ、上位の3名1、3、2、その後方完全に水が空いて5号手の安井、6号手奥村接戦で最高方は4号手の内山、時計の通過、レースは2周目マークの旋回と向かっていきます。先頭で帰ってきました1号手の勝浦、2番手は3号手の森谷、3番手が2号手の山本、上田家1、3、2でありますが、なんかトップと2番手の手が若干縮まってきた模様で、レースは残り1周、目下リードは3停止、1号手の勝浦、2番手がじんわりと3号手森谷、3周1番から向こう正面、さあ2番手が切り込んで3号手森谷、向こう正面で折り返すも高槻が取って交代し、先頭は1号手勝浦、2番手が3号手森谷、3番手が2号手山本、上田家1、3、2、2連単13、3.9 倍、3連単13、2、人気サイド 7.1 倍です。ラストコーナーの世界、インからトップスタートは1、2、1、3のスタートから押し切った、先頭1号艇勝浦、2番手が3号艇森谷、3番手2号艇の山本がクリアし、場内系は1、3、2、先頭1番です、勝浦ゴール、2着3番森谷がゴール、3着2番の山本ゴール、5番の安井、4番内山、ラストは6番奥村ゴール。以上、小島第5レースでした。